はい、GR8、春日井店の、間違えました、これは。はい。はい。こんにちは、GR8 の入谷です。今日はですね、ハイエースの、ダークプライム2。実はダークプライムって1と2があるんですよね。はい。はい、2です、これは。はい。年式が、令和2年式と。令和2年式。はい。新しい車両です。はい。で、いろいろね、この車、触ってますので、こんな感じのカスタムって結構、やっぱ受けが良くて、はい、これを紹介していきたいと思います。はい。結構やっぱり今人気のある TRD さん。人気ですよね。ボイラー。はい。ね、これついてるとどういうイメージ？ゴツゴツ感というか。そうだよね。四駆感。あの、そう、肉なんですけど、はい、四駆っぽさ。これ。はい。そうですね。ね、あの電気ちょっとつけようかなと。これがまたかっこいいよね。そうですね。ね、電気がついて、うん、すごく僕を照らしてくれてるからね。眩しくて前が見えないぐらい。ほら見て。っていう、それが LED ヘッドです。はい、ライトです。LED ヘッドライトがついて、ね、バンパーもついてね。はい、あの肉なんですけど、ちょっと四駆ルックというか、はい、そういったカスタム結構今。実用多くて、ね、実際四駆ってあの使うことないけど、ああいうスタイルかっこいいなって人は結構選ぶのがこのバンパーで。なるほど。はい。四駆っぽいホイールがまたこれも、はい、XJ ってことね。ちょっとオフロード感があるデザインだよね。そうですね。タイヤはちょっと東洋の H20 今入ってますけど、はい、例えばこれタイヤをちょっとブロックタイヤ、東洋の3で言うとオープンカントリーの、はい、でこれにブロックタイヤをかまして、よくあの TRD さんのあのマットカード、はい、つけるとまたちょっと四駆っぽさが出るじゃないですか。そうですね。そういった組み合わせも全然できるようなデザインです。はい、かっこいいですね。ね、このバンパーの感じから言うとそういうのも全然ありかなと思います。うん、で、外装で言うと、まあホイール変わってます。車高はこれノーマルです。ノーマル。はい。これはね、これちょっと内装を結構やってるんで内装も見ますね。はい。はい。ダークプライム2なんで、まずこの、スマートキーね。はい。これ標準装備です。はい。開け閉め楽ですよ、ね、っていうものですね。これが標準装備っていうのがいいですよね。そうですね、はい、これがダックのいいところね、はい、でもう一ついいところ、このねマホガニのパネルと、はい、でシート、ね、ハーフレザーシート、はい、これがダックプライで、ちょっとねこっちから失礼すると2だと天井こうやって黒いんだよね、はい、真っ黒です。黒だとやっぱり雰囲気がいいですよ ね閉まるというか、はい、雰囲気がいいよね。で、ダークプライム2だと、パネル類も最初から、今言ったようにダークプライムになってますよ。はい、ね。質感が全然違います。するだけでね、はい。で、この辺はちょっと跡がついてると思うんだけど、はい、デジタルインダーミラー、これ後付けのものだね。はい、と、フロントのカメラと、両方ついてます。はい。で、まあ、結構多いよね、今デジタルインダーミラーつける方は ね。特にハイエースってその走ってる時、後ろパッと見ても視界が悪いからさ、つけてるとこれついてるだけで、はい、後ろの状態がわかるし。もちろんこの今見てるように、録画機能もあるでしょ？はい。うん。まあ、録画体になるとオプションもありますけど、はい。あの、録画体以前のものでも、こういったものは出てるので、はい。つけようと思ったら、こういうのもつけることはできますよ。はい。っていう案内です。と、ナビ。純正のナビついてます。で、こっからが一番紹介したいのが、はい。市川さん、後ろに回ってもらっていいですか？はい。いいですか？市川さん。はい。お願いします。これを紹介したかったんですよ。はい。ベッドキットです。ベッドキット。はい。GR8 オリジナルの高さ調整付きのベッドキットです。はい。この下に見えるのが本当は紹介したかったんですね。そうですね。はい。あの、これも結構大事で、あ、まあ、そうですね。これがあって、これがあると、これがかなり必要だ。はい。それは、これが何かって話で、はい、UI さんのスライドフロアというもの。はい。要は、これね、スライドして、はい。そう、この、荷物をね、奥に荷物を入れたもの、例えばさ、こうやって出せるんだよね、これ。めちゃめちゃこれいいですよね。そう。これ。うん。まあ、ベッドキットって結構みんな、あの、マストで付けたいものだと思うんですよね。はい。そういう場合って、取るときって、手前から全部下ろして、奥まで取るのか、はいはい、それともベッドキットの板外してこう探すのか。で、まあまあ結構、あの、大変な作業なんですけど、ね、これスライドすることによって、もう一目瞭然すぐ分かるね。どこに何があるか。すごいですよね。そう。しかも重さ、300キロまでかの。300キロ。はい。市川さん。何分だろうな。
10人ぐらいいけるのかな。そうですね。市川さん10人ってことは、市川さん体重30キロか。5人ですね。そう、5人ぐらいいける。はい、それぐらいの、その重さの耐久性があります。はい。はい。で、これ、本当に、ちょっとごめんなさい。すいません。ね、こうやって。はい。こうやって、もちろん、こうしまうこともできるし、途中でこれを離せば、決めることもできる。はい。かなり便利な。めちゃめちゃ便利ですよね。ね、この車はね、これがね、ついてるんだけど、この車両はね。はい。で、もちろん、その、車を買われるときに、スライドフロアつけたいですよって言われれば、もちろん取り付けも可能なんで、はい、そういったご相談はもちろん言ってください。はい、うちの方でも UI さんの、商品は全て取り扱いしてますので、はい、全然相談してください。はい、かなり便利なアイテムです。めちゃめちゃ便利です、ね。はい。じゃあね、はい、きっとこういう質問を受けるだろうっていうことを学習して、はい、まず幅ね、はい、幅がね、線あるから全く着線、線ね、1000ミリぐらいあります。はい、で長さで言うと、一番奥のあそこから行くと、はい、1m82、だいたい1m80 ぐらい、はい、1800ぐらいありますね、はい。はい。それぐらいの幅あります。はい。はい、一応ね、うちの商品だとこれベッドキット、まあ高さ上がるんですよね。はい。でもただ今、だいたい皆さんこれぐらいの高さにするだろうっていう高さで測ってるんで、はい、その場合だと、ここの高さは、どうかな、27ぐらい、はい、うん、ただベッドキットを上まで上げちゃえばもうほんと全然もっと高い高さまで伸びるの で、今一番低い状態で測ってるので、こっから6段階だから、はい、もうちょっとこれぐらいまで上がるから、うん、じゃあもうだいぶそのベッドの高さ次第で、高さ次第では荷物は全然もっと大きいものも積むことは可能です。はい、はい、ではですね、今回の車両はこれ GR8 春日井店にもございます。もちろん先ほど言った UI さんの商品は春日井店でも大府店でもどちらでも取り扱いしてますので、もしサイドドア欲しいよっていう方がいればどちらの店舗でもご案内できますので、はい、ぜひご不明なところなどあったら、ご相談ください。はい、はい、今日の動画はどうでしたか。僕の動画の話ね。すごい良かったです。良かったですか。はい、はい、なんかさっき動画を撮った後に自分の動画がどうだったとかっていう感想を聞きたくなっちゃうね。なるほど、はい、すいません。車はどうでした。まあ、分かりやすかったです。分かりやすかったですか、はい、で車に関しては、はい、結構その肉なのに4区間そうだね、うん、があって、なおかつ後ろ、うん、すごいいいものがついてるじゃないですか、うん、なのであんまりその激しい場所に行かなくても、うんうん、ちょっとしたキャンプだとか、うん、まあ、お仕事だとかでもそうですね。そういうのですごい重宝する車なんじゃないでしょうか。ありがとうございます。はい。はい、ではですね、今日もですね、最後まで、動画をご覧いただきありがとうございました。いつもながらチャンネル登録と高評価、どちらもいただければありがたいです。よろしくお願いします。